こんにちは、仏壇ごと .com の高橋です。この沖縄仏壇ごと .com とは、沖縄の仏壇の考え方、ひぬかん、また行事ごとのやり方などを実践に沿った形で分かりやすく解説しています。やらなきゃいけないという時慌てないように、ぜひチャンネル登録をお願いします。今日も最後まで見ていただけると嬉しいです。動画を見ていただくにあたって、一つだけ注意点があります。動画で話していることややっていることは、ユタや神市の方、親から習ったやり方と違うという場合も多々あると思います。誰が間違っている、間違っていないという答えがない世界ですので、ご自身が納得いくものを取り入れてやっていくのがいいと思いますので、参考程度に見ていただけると嬉しいです。さて、今日はこんな質問がありました。東東明慶省が現在生きる人たちの生きづらさを生み出しているのではないかを研究している大学生です。論文を書くためにアンケートを取っている段階でありますが、次期継承者になる、であろう若い人たちは、東東明慶省のためにやりたい仕事ができないといった制限を感じている人が多く、東東明に対して良い印象を持っていません。東東明信仰が第22条、これ日本国憲法ですね、第22条第1項の職業選択の自由を奪っているということが浮き彫りになってきていることから、今を生きる人たちが制限を受けるぐらいなら、東東明慶省を考え直すべきではないかと考えています。論文の役に立てたいので質問なのですが、親の世代の人たちはこのようなデータが存在していても、ルールや慣習を守るべきと考えているのでしょうか、というコメントがありました。ちょっと難しい話になると思います。で、これは一言で言うと、とても飛躍した考え方じゃないかなと私は思ってます。で、若い人たちが位牌継承のためにやりたい仕事ができないっていうのは、具体的にどの仕事ができないって考えてるんでしょうか。例えば沖縄に絶対いないといけないのか、沖縄に絶対いて位牌継承をしなさいって言われてるのか。で、それは親の知識不足だと思ってます。沖縄にいなくてもブラジルでもハワイでも位牌継承してる方っていっぱいいらっしゃるので、なのでその考え方は東東明、つまり位牌継承のことを本来の意味で分かっていないんじゃないかなと思ってます。で、コメントにあった日本国憲法の第22条第1項っていうのは、何人も公共の福祉に反しない限り居住移転及び職業選択の自由を有するっていう規定です。あの憲法です。で、職業選択の自由を保障しているもので、自己の従事する職業を決定する自由を意味しています。要は、仕事を自分で自由に選んでいいということです、簡単に言うと。この規定された背景としては、昔は身分とか性別とか生まれによって自由に職業が選べない時代がありました。沖縄、琉球ですね。琉球でも、平民と士族っていうのが、昔は、戸籍に、記載されてました。で、これに関しては、これが、要は身分を表すものとして戸籍から全部消されてます。で、昔のものには平民、士族っていう表記がありました。なので、例えば平民に生まれたら士族の仕事にはつけないっていう、あの職業選択の自由がなかった時代っていうのがあったっていうのが背景にあります。例えばおっしゃるように仏壇を持つことで職業選択の自由が奪われるのであれば、沖縄だけではなく全国で問題になってるはずなんですね。で、要は仏壇っていうのは沖縄だけのものではなくて、仏壇持つ人っていうのは職業選択の自由が奪われているということであれば、県外でも仏壇を持つ人とか墓守りする人は決まっていますよね、大体。例えば長男っては決まってなくても、あの誰かが持たないといけないよねってなってるので、あの誰かは持ってますよね。で、じゃあ行事が多い沖縄の仏壇に限ってじゃないのっていう議論になると思うんですけど、そうなると位牌継承するために職業を選択しなければならないのかって考えても、少なくてもその考え方をしている家は非常に少数じゃないかなと思ってます。で、少数じゃないかなって言ってるのは、それはその家が位牌継承するために子供へそういう教育をしているっていうことじゃないかなと思ってます。例えば家によって、沖縄県内で就職してほしいっていう考えの親がいたりとか、県外とか海外とか積極的に出て就職も仕事も全部経験だよって言って考えてる親がいるとしますよね。これは2人の親の考え方、2つの家庭の親の考え方で、親の都合で、これ私がもし言われた時に、私の職業選択の自由が奪われたと考えるかどうかだと思うんですよ。これ第22条第1項の職業選択の自由に反してるんですかね。これはあくまでも親の意見とか希望じゃないかなと思っていて、
それを必ず守らないといけないかっていうと、そうではないと思ってます。もしもこれを親世代と子供世代に分けるとして、例えば親世代が尊名の継承をしろっていうのが、例えば親世代だとして、子供世代がしたくないという考え方でパツンパツンって分かれてるとします。で、この前提で話をしますけど、もしも子供世代から見たときに位牌継承することが職業選択の自由に反してるってなったら、親世代から見ると第20条の信教の自由に反してることにもなります。親は尊名を継承するっていう、この信教の自由、信教ですね、信教の自由は何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も国から特権を受け、または政治上の権力を行使してはならない。まあ、いろいろ何人も宗教上の行為、祝典、儀式または行事に参加することは強制されない。国及びその機関は宗教教育、その他いかなる宗教的活動もしてはならないってされています。信教の自由っていうのは具体的に説明すると、内心、要は心の中ですね、における宗教上の信仰の自由、特定の宗教を信じる自由、信仰を変える自由、信じない自由っていうのがあります。で、宗教的行為の自由、礼拝とか祈祷、その他の宗教上の行為、祝典、儀式または行事を行い参加し、もしくはこうした行為を行わない自由、布教の自由、宗教上の結社の自由、宗教団体を設立し加入する自由、活動する自由、または加入せず活動しない自由となるんですけど、これ沖縄の位牌継承に関しては宗教ではないんですけど、先祖崇拝という信教の自由に属することになると思ってます。で、これは解釈の別の解釈もあると思うんですけど、つまり先祖崇拝も信じる自由、信じない自由っていうのが存在しているので、親世代が信じるっていうのを、子供世代が職業選択の自由がないって言って、それは信じないでっていうのは、親世代から見るとこの信教の自由に反してることになります。なので、最初の質問に戻ると、親の世代の人たちはこのようなデータが存在していてもルールや慣習を守るべきと考えているのでしょうかっていうことなんですけど、これ例えば沖縄県の条例なので、もし位牌継承は長男が沖縄に住んで行うことって決まってたら、おっしゃるように職業選択の自由が奪われることになると思います。ただ現状としてそのような条例とか憲法がない中で、その家庭とか人によるんじゃないですかね。答えになってないんじゃないって思うかもしれないですけど、人の数だけ位牌継承に関する考え方は存在するわけです。なので、今を生きる人たちが制限を受けるぐらいなら尊名継承を考え直すべきではないのかと考えているっていうのは、この、あなたの考え方であって、そう思うのであればご自身の家庭とか家族で考え直せばいい話で、これまでの歴史や家庭を変えることっていうのはできないんじゃないかなと思ってます。なので、いつも一番最初に注意点がありますよっていうのは、誰が間違ってる間違ってないっていう答えがない世界です。なので、信じるも信じないもその個人の自由なんですね。なので、その時に職業選択の自由っていうのを持ち出された時に、もうガチガチで何も動けなくなってしまうんじゃないかなと思います。なので、沖縄にいなければ位牌継承ができないっていうルールを教えている家庭があるのであれば、それは親の勉強不足です。なので、ちょっとその辺を考えていただければなと思います。これはあくまでも私の考え方なので、ぜひこれを見ている皆さんもこの意見に対して、私はこう思うよっていうのがあれば、ぜひコメント欄に書いていただければと思います。とはいえ、大学生の論文でこのようなことが取り上げられることは非常にいいことだと思ってます。位牌継承のことを考える、どの側面からっていう考えでも私はいいと思ってます。なので、ぜひいろいろな意見を集めていい論文を仕上げていただければなと願っています。ということで、今日はちょっと難しいお話をしましたが、今日はここまでです。良い一日をお過ごしください。最後まで見ていただきありがとうございました。